験2日前にノロウイルスになってヘロヘロの状態で親がすいません、はい、なんとか受けれないですかって言ったら保健室で受けれますよって言ったから先生に両肩抱えられて保健室で受験してみたいな。だから入るまではすっごいいい学校だったの。こんだけ優しくしてくれる先生たちがいるんだったら俺は大丈夫だと、もう暴力を振るわれないぞと思ってね。ダンダの浜田がいた日照学園もそんな感じらしい。入る前はめちゃめちゃ優しくめちゃくちゃ優しく入ったらもうボコボコにされる、ボコボコにされるこれこんぐらいしか取れんのかってやつブチ切れるの。部屋の扉蹴るぐらいに、うん、扉蹴られるの。蹴られる蹴られる。テニスの親は試合入れるんですよ。で負けるとめっちゃ怒ったりとか、ビデオ撮って家で帰ってまた怒るんだけど、強制的にやらされて向上心がなくなってたっていうのはあるかも、ね、そうそうないから怒られないようにやってただけだから。なるほどね。相手にビビるっていうか親に怒られたくない方のビビりがあったから。僕の長崎東中学高校時代の同級生の峰くんに来てもらいました。よろしくお願いします。お願いします。なんかわからんけど一緒に死ぬかとか心中とか。それいつ小学校からも言われてる。マジで小学校から高校まで似たようなことずっと繰り返してます。まあ言い方悪いけどさ、シンプルに虐待じゃんやってること。うーん、そうだね。ただ客観的に見たそうだね。その認識ある。あんまなかったね。それが当たり前だと思ってたから。でしょ。その結局その金払ってんだからみたいな話が来るじゃん。だからなんか口答えするなっていうか言う通りにやれみたいなっていう感じだったわ。頻度ってどんぐらい行くの塾。確か週3ぐらいだったかな。週3プラステストみたいな、土日テストみたいな。じゃあ実質週4か週5ぐらいみたいな感じかな。結構がっつりやるんだね。あ、やっぱ県外受ける人っているんだね。いるね。特にその日能研でいうと成績のいい人たちが集まったり2組、うん、とかであれば本当上だと開成とか狙う人もいるし。東京でしょ。東京の開成。え、東京まで飛行機で受けに行くの。もう行く人は行くね。そういうこと。慶応女子とかも受ける人いたし。はあ。近場だとそれこそ九州だとラサールとか久留米施設とか鹿児島とか福岡まで、までは行く人は全然いるね。あと多かったのは愛媛の愛工とか。ああ、なんか聞いたことあるわ。そうそうそう、あそこは結構優秀だから全然いる。そこら辺狙う人は。正直全然俺が知らない世界というか、うん、なんかエリートってすごいんだな。本当すごい人がすごかったね。え、それってさ何人ぐらいなの人数で言うと。人数でもそこまでいないんじゃない。今、まあ、多分10人もいなかったと思う。俺とかはもう長崎市を出るという発想がなかったからさ、もう長崎市内で完結させるぐらいのイメージだったんだけど、ミネ君はどうだった？県外まで行くとかどこまでだったらみたいなの。俺の考え的には西雲くらいまで。あ、要は県内関係、県内関係ぐらいしか考えてないかな。あ、まあ、そもそも西雲も受かるか受からないか分からないぐらいの成績だったから、最後ら辺でやっと若干上がって、まあ、西雲はいけそうかなみたいなテンションか、うん、東は。東はなんか読んだろうね、物差しの基準が違うんだよね。そうだ、だから読めないっていうのは正直で、特に俺作文が苦手だったから作文でどうなるかかなっていう感じ。じゃあ峰君の場合は、まあ、偏差値的には西雲の方が多分東よりちょっといいのかもしれないけど、東の方がちょっとあれ大丈夫かなぐらい。あ、そう、ね、対策も結局俺東の対策自体は小学校6年の秋ぐらいからだったのよ、うん、だから結構直前でやってるからそんなに自信はなかったね、うん、面接の練習とかすんの。なんかした記憶あるけどあんまし覚えてないから、あんまほとんどどうしてないんだと思う。だからなんか作文とかってどうやって対策するの。逆に出されたお題について書いて添削してもらって何点ですって言われて。できる人いるんだね、そういうのが。なんかその日農研じゃなくて農会の方がいたね。あ、農会行ってたの。農会途中から、それこそ小6の秋から農会に行って。あ、転籍したの。どっちも行ったの。掛け持ち、掛け持ちで行ったの。へえ。途中から行って、もう基本的な勉強は日農研プラスその対策としてやるのは東の対策で、そうそうそう、農会に行くっていう感じで、ね、すごいね、そこまでするんだね。でも別にそれ特別ってわけじゃないんでしょ。いや、いるんじゃないかな。ただ俺の場合その最初の塾選びとして、どっちかというと日能研を選んじゃったのがちょっと若干間違いだっただけで。東行きたいのに。そうそう、東第一志望で次西雲だったから俺の志望って、うん、途中でそれ気づいてやばいって思ったけど、うん、別に日能研離れる理由はあんまなかったから農会の方にもう行こうかなって、うん、その対策だけだったらみたいな。じゃあ受験は西雲と東だけ、うん、と一応最後には久留米施設も受けて。あ、福岡まで行ったの。そう、行った行った行った、ちなみに第一志望は東。多分偏差値的には西雲の方が高いのかなっていうイメージなんだけど、うん、どうして東行きたいってなったの。オープンスクールってあるじゃないですか。あ、ありますね。行って、うん、まあ見てた時にたまたまその校庭が見えたんですよ。
それ声優の話。あ、そうそう、声優で、うん、声優の校庭見た時にソフトボールかやってて、うん、体育の授業ねやってて、それ見て結構もう動きがひどかったんですよ。運動運動神経が悪そうだ、もう全員悪そうで、うん、もうなんかエラーするのはいいとして、エラーしてからみんなのなんかその動きとかめちゃめちゃ悪くて、これ俺の偏見、当時の偏見だけど、うん、勉強だけしてスポーツできないのは嫌やなと思って、そこ、うん、それそこそこ両立した方が絶対いいなと思ったし、まあ、当時声優ってあの男子校やったから、あ、そうだね、俺らの年から共学なったんだよね。そう、俺たちの年、ちょうど俺たちの受験期、ね、で、うん、そうやったらまあ女子がいた方がいいかなと思って、ここがいろいろバランスいいんかなと思ったから東選んでるって感じ。ああ、学費は声優は私立でさ、東とかはそこはね別に親から何も言われてないね。ああ、そうか、これ俺知らんかった正直そこの感覚は。ああ、やっぱなんて言うんだろうね、まあすごい言い方悪いんだけど、うん、勉強しかできないことに対する拒絶感みたいなのがさ、はい、すっごいあるんだ、あったんだよね俺も。あ、俺らの住んでたコミュニティの中のできる子ぞっていうのは、はい、勉強をほどほどにやっぱ部活とか課外活動とかもこう一生懸命やるような、うん、こうないわゆる明朗快活な子がこう優秀な子って言われるような土地柄だったから、はいはいはい、っていうのは正直俺もすごいあって、俺は行けなかったんだけど、はい、その兄弟、双子の兄弟がオープンスクール行った時に、東中は部活もちゃんとやってたし、見学行った時にその保護者に椅子を出してくれたみたいな、うん、そういうのもいて、ここだったらなんか人として立派な人間になれるんじゃないかって当時は思ったらしい、はいはいはい、思ったらしいよ。まあまあまあ、現実どうかは置いといてね。まあまあまあ、それはもうね、あくまでイメージやから、イメージ。そうね、俺はね、ガリ勉の拒絶感っていうよりはね、運動できなさすぎることはシンプルになんかちょっとダサすぎて、俺の中の理想とは反するって勝手に思ってたから。まあだから今時の言葉使うとチー牛ってやつだ。まあチー牛すぎるよねっていう、うん、まあちょっとやっぱ嫌やったかなっていうのがあって、うん、運動はしたかったのよ、そもそも。運動嫌いではなかったから。テニスっていつからやってんの？これは中学校からだ、ね、あ、中学かな。そう、一応小学校からちょっとなんか遊び程度でスクールとか何回か参加させてもらったことあるけど、うん、結局本気でちゃんとやったのは中学校からだね、うん、あ、そうなんだ。そうそうそう、小学校からやってると思ってたわ。まあほとんど中学校からだね。そうなんだ。やっぱ受験勉強とかってさ、はいはいはい、俺はその本当に漫画とかドラマとかでやってる世界しか知らないからあれなんだけどさ、はいはいはい、合格するぞみたいなの言ってさ、だから年末年始に合宿するみたいな、ああいうのって本当にあるの？はいはい、あったっすね。特に農会があったかな、虹の木あんま覚えてないんだけど、確かなかった気がするんだけど、農会はあって年末年始でその朝3時ぐらいまで勉強するみたいなのがあって。朝3時？そうそうか、小学生が。そうそうそう、効率悪くね逆に。俺も思うし、なんで朝3時なんて思うし、逆にその朝7時とかまでなら逆に分かるんやけど、親迎えに来れるじゃん、うん、朝3時って親迎え来るもしんどいやんって思うんやけど、うん、っていう、少なくとも農会の方やってた記憶あるね。いろんなその校舎が一つの校舎に集まってみたいな、うん、勉強会する。本当にあるんだそういうの。まあいわばなんか俺たち頑張ってんだからいけるぞっていう、いわば洗脳のなんかあれじゃない、締めみたいな感じ。え、それさ、東に来た同級生とかみんなやってたってこと？でも農会行ってた子はやってたんでしょ？まあ多分っぽいねんけど、やる気があったかどうかはまた別として、うん、行ってた人は行ってたんじゃないかな。なんか同じ学校に通ってたけど違う世界に住んでたんだね。そういうのあると思うよ、やっぱりそこの、うん、特に塾行ってない、行ってる行ってないでやっぱり結構見え方が変わるところは多いと思うんです。なんかちょっと入った後の話になるんだけど、うんうん、なんか入った時にさ、うん、俺ちょっとやりづらいなって思ったのがさ、はいはい、やっぱなんかみんなさ、雰囲気がなんて言うんだろう、怖いっていうか、すげえなんて言うんだろう、冷めてる子多いっていうかさ、冷めてる、ちょっと大人びてるみたいな感じかな、うん、みたいな子が多かったから、俺すっげえやりづらいなって思った最初とか。そこら辺に関してはなんかあんま思ってなかったかな。なんか俺は結構上に行けるんじゃないかなって当時むしろ思ってたタイプだったから、だからそういう子が多かったからやりづらってそう、俺中学校の時は多分俊介涼介はどっちもなってないから一緒のクラスに、なんともやけどそんな感じだったわ。ちょっと入って合わないなって正直思っちゃったんだよスタートやっぱまあ塾行ってる人多かったと思うしね、滋賀、うんうん、知ってる人だったら結構。そう、ただなんか高校とか入っていざ大学受験とかやるってなったら、はいはい、意外と自分勉強できるんだなって正直思った、まあ、実際そうだね、うん、見てた感じ、高校の時とか成績良かったもんね割と、うん、多分みんなが中学受験とかで課金してある程度すげえ下駄履かせてもらってたところあるじゃん、うん、まあ、大学受験とかもみんな下駄は履くんだけど、俺らもなんだろう、全くの能弁じゃないから、そう、ね、大学は学校の赤本解いたりぐらいするじゃん、はいはいはい、少しは情報入ってくるから、はいはいはい、まあ正味大学受験ってなったらやっぱり結局まあ変わるというか、特に長崎って塾ないから、うん、中学校受験の塾ってなんか何個かあるけど、うん、大学受験の塾がほとんどないから、てか全国大会だもんね。
大学受験って。そうそうそう。だけど全国大会用の練習場がないというかさ、確かにマジで長崎ないから、ない。それは勝てないよねっていう、うん、そもそも。であるにあってもやっぱりそのサービスとしての競合がないから、うん、結局サービスが悪かったらもうおしまいになるじゃん、うん、その塾のサービスが、うん。まあ俺も結構それで苦しんだ時あったし、解決策見出せずにやっぱ受験向かっちゃったから。だから結局長崎の子は大学受験はみんな丸腰で戦わなきゃいけなくなるわけよね、ほぼ。そうね、等身が合う人以外は、うん、等身が合えば多分いいけど、俺等身が好きじゃない人やったからあんまり、それが合わないってなったらおしまいってなっちゃうかな。じゃあ丸腰で戦った時に自分らはそこそこ戦闘力が高かったってだけなんだろうね、多分。そこがそうだね、そこが自分で考えてやれた、うん、まあそれができるタイプの、まあ、頭の頭になってたっていう。まあでもぶっちゃけたかが知れてますよ。結構球大とかもちさ、エアハンツとかもらってなかったっけ、うん、まあそれ辺は成績上位者とか乗ってたね。乗ってたっしょ、うん、だからそれがすごいなと思って。俺全くなんか俺受けてもない気がするけど、覚えてないけど、まあでも全然多分叶わんかったもん、やっぱ当時現役の時全く、うん、それがすごいなと思ったな当時。まあ、じゃあ受験当日のことじゃあ聞いていこうかな。はいはいはい。どうでした？どうでした？ざっくり。ちょ、ざっくり。ざっくりやな。ちなみに俺は、たぶん峰君知ってると思うけど、はいはい、保健室。ああ。受験2日前に乗るウイルスになって、ヘロヘロの状態で、親が、はい、すいません、なんとか受けれないですかって言ったら、保健室で受けれますよって言ったから、先生に両肩抱えられて保健室で受験してみたいな。だから記憶がないんです、僕は。まあまあ、でもそこの投票してくれたのはありがたいよね。普通ダメって言われてもおかしくない状況だったかもしれない、ね、だから入るまではすっごいいい学校だったの。こんだけ優しくしてくれる先生たちがいるんだったら俺は大丈夫だと、もうパワハラされないぞと、なるほど、もう暴力を振るわれないぞと思ってね、まあ、まあまあその話との話はしませんわ。段々の浜田がいた日照学園もそんな感じらしい、入る前はめちゃめちゃ優しくめちゃくちゃ優しかった。入ったらもうボコボコにされる、ボコボコにされる。素晴らしかったね。そう、あでごめん、醜な話なんだけど、ね、受験は順番が確か西雲東久留米だったのよ、うん、1月よね、1月だったかな、確かね、確か成人の日とかそこら辺だったと思うんだけど、確か。で俺はその西雲は併願受験をしたの。で西雲と併願っていうのが西雲あって、西雲っていうのは、まあ、他どこが勝っても西雲受かったならば西雲しか行きませんよっていうところで、併願は別に西雲受かっても他受かったら他行くかもしれませんよみたいな試験だから、併願、はいはい、の方が点数高いんですよ。ああなるほど、難易度が高い。そうそうそう、合格点がやっぱ高いんですよ、そっちの方が。保証されないから、はい、で峰君は、で俺は併願で受けて、まあ受かったんですけど、あすごいね。どちらかというと東の方が印象的だったかな、やっぱ。あそうなんだ。で西雲ってやっぱ別に普通に勉強してるのには、やっぱ休憩時間とか早速始まる前って、はいはい、東に関しては、うん、入った瞬間物音しないの、みんなこうして真顔で前を見てんの、ほんと魂ない人間。あなんかそれうちの兄貴も言ってたわ、言ってた、怖っと思ったって。そう、開けた瞬間みんな、うん、なんか物音立てようものならみたいな、うん、っていうレベルでほんとチーンってしてて。東ってさ、うん、なんか聞き分けがいい子多いよね、良くも悪くも。優等生みたいな子がすごいっていうのはあるし、多分いろんな塾で情報としてその所作を見られる、多分言われてる、面接もあるから、それもあるからちゃんとしとけよっていうのがあって、そういうこと言われるんだ。そう、多分それでみんな静かなんよ。でも俺は別にこの時間休憩時間やし、うん、テストの勉強していいわけやから、うん、しようと思ってペラペラめくってたけど、鉛筆をその時落としても教室中に響き渡るみたいな、超怖かったっていうか、やりづらかった。へえ、それが一番印象的だったかな。手応えありました？あんまし覚えてないね、うん、声も普通やったからその時出て、確か出てないはずやから、まあどうかなぐらい、うん、あ声優の結果まだ出てなくて、そうそう、出てないからみたいな、けどまあ普通普通ぐらいかなみたいな。できなかったって印象はなかった。はいはいはい。面接あれだったね、なんか5人ぐらい、そうそう5人ぐらいでみたいなやつだったんだよね。なんか将来の夢はみたいな話とか、へえ、そういうこと聞かれた。そう聞かれる感じ。聞かれたんだって。俺も聞かれてるはずなんだけど、ね、そうそうだよ、そうだよ。いや俺はそのもうノロウイルスで熱が39度あったから、うん、もうちょっと面接受けれませんみたいになった、はいはいはい、そしたら先生にじゃあ1人だけ早く受けて帰るって言われて、うん、あーすいませんお願いしますって言って、面接官3人ぐらいと俺1人で個別面接みたいなのをして帰らせてもらった。いやいい学校じゃないですか。いい学校ですよ。いい学校じゃないですか。素晴らしかった。いや素晴らしかった。後々東はテスト点数のなんか開示することがあって、うん、あ開示あったんだ。そうしたんだ。したんです。したけど思ってる適正テストの点数は良くなくて、むしろ、ま、作文がいつもより良かったのよ。だからまあまあそれでギリ受かったのかなぐらい。開示とかあった？開示はね個別で頼めばできるのよ。なんか俺もね見た記憶はあるんだけど、でもさ順位とか分からんくなかった。順位は確かはね分かんないはず。か平均ぐらい書いてなかったかな、覚えてないけどね。順位は少なくとも書いてなかったけど、なんかテストの点数だけ出てた。であんま良くなかったから。あそうなの。そう良くなかった。どれぐらいで受かると思ってたの？で規制テストがあと20点ぐらいは普通に上やと思ってたから、うんうん、なんか思ったより低くてあれっておかしいっつって、
確か135点が満点になってあるってあんま覚えてない。僕はあんま覚えてない。なんか7割ぐらい取れてると思ったけど、なんか6割ぐらいかな、あんま覚えてない、それぐらいだったよね。だから思ったより低かったなっていう印象。そうなの。俺が久留米を受ける前に、まあ、それ見に行ったからちょうど、それもあってこれから久留米を受けるのになんかモチベーション下がるなって思ってるのは覚えてる。あ、で久留米はどうだったの。もう全然叶いませんでした、ね、そうなんだ。やってて全然受かる気せんかった。やっぱ違うんだ。全然違ったね。やっぱなんか2段階ぐらい上だった感覚。へえ、まあ、手も足も出てない感じマジで。だからまあ多分普通に受からんやろうなと思ったけど、まあ受けてみようと思って受けたけど、やっぱあのちょダメだった。なるほどね。って感じでまあ中学受験を終えました。はいはいはい、感じだと思うんですけど、はいはい、まあ、やっぱ中学受験ってさ、よく言うのが、はいはい、うん、中学受験は親の受験とかってよく言うじゃん、はいはい、だと思うんだけど、なんか親御さんとどういう接し方してたのかなと思って、親身にサポートしてくれた系。親身というか、毎回そのテストとか見られて、うん、めっちゃキレられてました、ね、でテストの点数が悪いと無事言えられるし、うんうん、なんか悪くて帰って普通にしてると、なんでお前悔しがってねえんだよみたいな感じになるから、だから俺はとりあえず点数が悪いと思ったらしょぼくれるふりはしてましたね、うん、あー、そういうの覚えちゃうんだ。覚えますね。だってどっちにしろ言うのでプラスされるんだったら、一つでも怒られることを減らそうってなるから、だったらまあしょぼくれとけばいいかぐらいの、ね、まあしょぼくれないといけないくて。いや、なんかわかるわ。俺はさ、受験じゃなくてサッカー、はい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 、の方が結構やってたんだけど、やっぱ監督がめっちゃうわーって言って、はいはい、ベンチ蹴り飛ばしたりとか、はいはい、手上げたりみたいなタイプだったから、監督に怒られないためにの行動に全て帰着しちゃうんだよ。いや、そうそう、成長というよりも怒られないようにするみたいな、うん、だからなんかね、負けたらすっごい悔しそうな演技するんだけど、全然悔しくないみたいな、あーやっと負けたとか思いながら、なんかそこじゃなくて、うん、悔しがる悔しがどうでもよくて、うん、この点数こうやったら取れたよねぐらいでいいのが、うん、無駄にその感情っていうのを出さなきゃいけないっていうのがすごい無駄だと思ってて、あ、まあ、今考えるとね、うん、当時は言えないから分かんないから、まあ、親は結構親身であったのは、怒って実際問題見て実際解いて、父親ができないものはできなくてもいいみたいな、関わりすぎ、そういうことです。むしろ関わり方にちょっと問題がありそうなイメージはありますね。なんかそこまでしなくていいんじゃないっていう時もあるし、そんなに言わんでもって思う時もあるね。声運とかの過去問解いた時も6割ぐらいやったんよ、まあ、6割やったらまあ悪くはないし、取れてないわけじゃないから、まあ、あと少し頑張ればいいねを、うん、お前これにこんぐらいしか取れんのかってやってブチ切れるのよ。なんか部屋の扉蹴るぐらいには、うん、え、扉蹴られるの。蹴られる蹴られる。怖っ。でも普通に今は別にチキンじゃないからさ、みたいな、6割取れてもある程度基礎はできてほしいじゃんみたいな話とかじゃなくて、なんでできてないんだっていう、なんかそのもう少しなんだろうな、やっぱり見てもいいのかなっていう時はあるけど、もっと俯瞰で見ると本番に合格点超えればいいだろうって話じゃん。そうそうそう、っていうのは思ってましたね当時。ちょっとあれだね、あんまり頭良くないよね率直に言うと。なんか冷静に自分を見れるっていう話でいくと見れてないことが多い、感情的になりやすいタイプだったかな、うん、数学とかできるんだけどね、物事の判断力とかは割とその強い時は強いし、言うことは言うから、そこら質問の適鋭さはあるんだけど、うん、で、はい、あれね、さっきずっと峰くんとあの実家地形みたいな話してた。地図見ながらね。そう、地図見ながら、あ、こうやって行くんだみたいな、ここで買い物しててみたいな、あ、かぶってるやみたいな。そうそう、だから、ね、そういう話ばっかり。意外と俺全然地理知らなかったからさ、長崎の。そうなの。なんか意外とあんま見たことないから、本当行ったことあるとこしか知らんから。俺ら生活圏結構かぶってるからな、ね、実は。マジで。だから多分長崎県民、まあ市民か。ああ市民とか割と多分、まあ、近いっちゃ近いんだろうね。近い近い。みんな近いもん。うん、広い県じゃないし。そうだね。晴れて中学受験を終えて中学校に入られました。はいはい。まあ第一志望だよね。そうですね。で長崎東中学高校、うん、まあ中高一貫ですね、はい。公立の素晴らしい学校に通うことになったと思うんですけど、ちなみに峰くんはさ、まあ、大学早稲田に行ってると思うんだけど、はい、大学に行こうって思ったのいつ？まあ、もう小学校の時から思ってたっすね。それはさ超珍しくない？そうね、なんか、まあ、首都圏とかだったら多分東京で7割ぐらい行くんよ。長崎って多分4割ちょいとかなんで、まあ、大学行かない子の方が多いじゃん。そうね、っていう環境で大学に進学意欲高いよね。そうね、大学に行かない子が多いっていうのも俺知ったのはね、浪人の時に知ったかな。みんな俺9割ぐらい、8割9割みんな行くもんやと俺思ってたから。あ、じゃあ峰くんの周りは大学に行く子多かったんだ。
ていうのもあるし、うちの親が結構やっぱまず中学校選びとかの時、まあ、東となんでその西雲って話が出たかっていうと、結局そのまあ中高一貫ってことはその大学進学まで考えてるわけだから、大学の進学実績とか見た時に、まあ東か西雲かなみたいなったわけだから、そこまで考えてたんだ。そうそう、中学選ぶ時にで親的にまあそのやっぱいいとこ行ってる方がいいんちゃうってなったから、いや俺もほんと大学のこと全く考えずに選んでたから、はいはいはい、ただただなんかなんだろうね、民度高いって言い方はあれだけど、なんか殴られないとこ行きたいぐらいの殴られすっごい解像度浅い感じで中学校選んで、はいはいはい、結局殴られるんだけど、はいはいはい、みたいな感じで選んで、峰君もご両親どっちも大学行かれてみたいな感じで、 うちはちょっと家柄的にも大学に行く人がほぼいないみたいな感じで、そうだね、俺は中学入って、うん、高校3年生とかが勉強してるじゃん、うん、してるね、あれ見て初めて、あ、大学受験ってあるんだぐらいを知ったぐらいのイメージ。ー小学校の時は多分一番学歴中、一番でもないけど、まあ、結構学歴中そこからあって、じゃあ偏差値とか気にしてたの小学校で。偏差値というもその親がどこ行ってるのか気になってて、友人の友達の親にどこ行ってましたかって。え、それ大学？うん。え、聞いたことある。小学校の時。友人がそれこそあの、うん、小学校一緒に東行ったやつで、まあ、東大行ったやついる。うん、ああ、彼ね、はい。彼の親とかも多分優秀だろうと、彼が優秀っていうのはもう普通に俺より全然優秀って分かってたから。あ、彼の親御さんも優秀なんだ。なんか優秀なのかなと思ってて、やっぱ。うん、聞いたらなんかその父親の方は大学行ってないよっていう話はあったんだけど、当時からそういうのはなんか昔から聞いてた癖はあったね、うん、ああ、小学校でそういうの気にするって結構あれだね、珍しくはないのかもしれないけど、まあ、いわば教育教育熱心の問題じゃないかな、うん、俺もなんかそれが聞いちゃまずいことでも何でもないと思って、まあ、小学校デリカシーないしね大体ね、そうそう、別に行かないもん行かなくてもいいんだっていうのもそこで知ったけど、なんか行くのが当たり前と思ってたから当時やっぱ。宮子さんにはいい大学行け的なのは結構ずっと言われてたんだ。東京の大学とかはの情報は昔から教えられてたね。東京なんだ。東京からだね。結構さ、うちらのコミュニティだとさ、うん、地元出るなみたいなこと言う人多いじゃん、うん、俺も言われてたんだけどさ、福岡から出るなみたいなすごい言われてたんだけど、うちはそれ全くなかったからね。へー、そうなんだ。そう、むしろなんか出るなら東京みたいな感じで持ってたから、逆に俺福岡とか関西に行くイメージはもう、ま、持ってなくて、うん、あ、なるほどね、東京に行くもんなんかなってなんとなく思ってた。あ、じゃあ東大とか。そう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 、まあ中1やからさ、夢はいくらでも描けるやん、別に東大とかでも全然、うんうん、じゃあ早稲田とかもその時に言われてたの、うん、中学生の時には少なくとも言われてた。中1か忘れてたけどね。東大、早稲田、慶応とか、まあそこら辺かな、うん、あと明治とか。まあ、やっぱそこら辺親も次第行ってたから、やっぱ東京。あ、そっか、だから詳しいんだ。詳しい詳しい。俺なんか大学生になるまで知らんかった。俺も確かに G マーチとかマーチはマジで知らんかった。俺も浪人してやっと知った。あ、そんなのあるんやって。 G マーチとかはこの前浜井さんと話して俺初めて知った感じ。あ、明治とかは知ってるけど、それより大学群があるっていうのは本当に知らんかったね、うん、ちなみに早稲田はいつから行きたい的な感じだった、うん、早稲田に志望を決めてるのは確かかな、うん、高校1年生とかじゃないかな、うんうん、それまでは大学には行きたいと思ってたけど、よくわかんない。中学の時はなんか一橋とか行きたいなって。一橋？そうそう。よく知ってるね、中学生で一橋って。まあ、それ東京住んでたらわかるかもしんないけどさ。そう。だから東大に一番やん。うん、でもなんかその東大で有名すぎるから、そういうののなんか逆張りオタクじゃないけど、うん、なんか若干有名じゃないけど優秀なとこ行くっていうのがなんかちょっとかっこいいなと思って、うん、なんかよう知らんけど一橋行きたいとか言ってて。それ、え、一橋なんで知ってたの？いや、そういうこと親からなんか。ああ、親御さん。さ、東大とか。なるほどね。なんか一橋っていうのがあるよって思って、あんまり普通地方だと有名じゃないもんって言われてるもん ね、一橋って私立大学だっけぐらいだよね。なんか長大より、うん、長大より下とか言われるじゃん、長崎の、うん、多分、そうだね、人によっては本当にそっちが多分マジョリティで、俺らは進学校に通ってたから、はいはい、進学校ですよ進学校に通ってたから、ね、多分一橋とか、あとなんだっけ理系のさ、うん、東工大だっけ、うん、とかは知ってるけど、例えばうちの親とかになってくると、うん、一橋とか東工大とかは知らないのよ。で それが多分当たり前ぐらいの感じだから、結構詳しいんだね。詳しかったんだね昔から。まあそう、まあ、東京の本当一部の大学は知ってたって感じかな。ちなみになんで早稲田に？康介は分かってるか分からんけど、うん、俺なんか中高結構その変わってるとか言われること多かったから、うん、変わってるとは思う変わってる嫌いじゃないけどね、うん、そう、それ今でも仲いいぐらいだから。そう、なんか変わってるっていうのがいい意味でも言われることが多いけど、まあ悪い意味で言われてる時あったと思うんやけど、うん、まずそれがあるっていうのと、変わってるっていうよりはその、なんだろう、
いわゆる公立高校の優秀な、うん、通知表の成績がいいタイプの子じゃないよね。じゃないですね、うん、なんか例えばだけど、なんか俺結構普通にその、まあ、怒られた時とかに自分の感情でこうだと思ったからこう思いましたっていうのを言う人だったけど、うん、なんかそれへりくつじゃんかって言われることめっちゃ多かったりとか、うん、俺のなんかマイルールで通したいところがあったりとかして、うん、なんかそれが、まあ、教師陣からすると気に食わないっていう感じもあれば、うん、逆にその面白いって思われることもあったみたいで、確かにみんなに受けるというよりはこう、そう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 、好き嫌い分かれるタイプだよね。分かれるから、それこそ普通って大体はその、まあ、言い方あれだと陰キャと陽キャって、まあ、大体ずっと変わらないじゃないですか、中学高校生活とか、うん、まあ、中学高校デビューする人はまた別かもしれないけど、はいはい、俺の場合ってずっと普通の、俺の中では普通に生きてるんだけど、うんうん、まあ、やっぱ中1が普通で、うん、中2が一番下、なんか本当に誰にも話を聞いてくれなくなるというか、そんな時期あったんだ。そう、あった、あって、本当になんか何言っても聞いてくれないとか、ほら何喋っても楽しくないっていう時期があって、うん、でもう中3にまたクラス替えするやん、そうすると、うん、みんな面白いって言ってくれる人が多くて、うん、なんか結構一番上ぐらいのポジションのとこにクラスの中のカースト的に、カースト一番下から一段上になって、でまた高1普通になって高2一番また下になるんですよ。そんなの気にして生きてたんだ。気にするというか、あったカーストみたいな。俺はあった。俺は勝手になんか移動させられるの。俺は普通なんだけど、ずっと一定なんで、うん、周りが扱いとして一番下にしたり一番上にするから。ああ、そういうの。そうそう、でカースト3回に高2になってまた高3でさ、あ、一番上になってるから、なんか何喋ってもいけるみたいな。え、高2高3ってクラス一緒だよね。あ、違う、俺ら高校ずっと一緒だクラス。そうね、うん、でこう、え、そういうのあった。俺はねめっちゃ感じてた。あ、じゃあ俺がそういうの鈍感なだけ。でも今まで仲良くしてた人たちも結構きついいじりをするのよ、高2とか中2って。うーん、そう、俺もきつかった。きつかった。きつかったよ。きつかって、うん、でその中3とかになると、その俺のことをいじってたやつがお前面白いってなんとなく認め始めるのよ、うん、なんか知らんけど。え、俺本当にみねくんに当たりきつかった。きついかったよ。ごめん、なんかなんかごめん、なんか、え、高 2?高2はだるかったね、全員。全員だるかったね、あそこの時。あの、合宿とかあったじゃん、勉強。うんうんうん、あれの時も結構俺だるいなとか思ったりもしてたから。へぇー。で、本当にあの時は一番、あんま記憶ないぐらい楽しくなくて。で、中3。俺何も考えてなかった。逆に高3が本当に何喋っても受けるから、なんか人間に対するその信頼感みたいなものは持てなくなるよね、そういうの。ああ、確かに。振り回されるもん、ね。そうそうそう。っていうのがあって、まあなんか、俺どっちも珍しいやん、多分。クラスの最下位と、うん、まあカースト最下位っていうのと最上位を知ってる人ってあんまりいないと思うよ。え、俺カーストどんな感じだった？イメージは、上っちゃ上なんだけど、ちょっと浮いてる上なんだよね。わかるかな？なんて言うんだろう。普通の上でみんなが人気者っていうよりは。まあ、嫌われてはいたもんね。多分。ただその、なんか多分立場的には上なんだけど、そのみんなから認められてないというか、浮いてる感じがするというか、また自分の世界に入ってるから、比較しようがないんだよね、その中に。だから多分、比較できるんだけど、なんて言うんだろう。自分自身が多分気づいてないタイプだから、多分あんまり納得しづらいやつになってるというか、うん、何の話だっけ。そうで、それで変わってるって言われて、うん、その変わってる人を受け入れてくれる大学の時に、うん、早稲田は一番受け入れてくれそうだなって思って。確かに、なんか頭いいのにめっちゃアホなことするから、うんうん、そういうイメージあるわ。なんか上半身転んだって踊るじゃないけど、うんうん、なんかそういう人もおったりとか、なんかそれがすごい雰囲気として、すごい、うん、いつまでもそのバカやれるっていうのが、はいはいはい、全力でバカやってるのがすごい好きで、雰囲気として早稲田も選んだ一つ目の理由が一つそれ で、うんうん、でもう一つがそのまあ、長崎でってか地方だとよくあるけど、やっぱ国公立主義ってあるじゃないですか。まあそうだね、地元の国公立大学に行って親孝行しなさい的なね。そうそうそう、私立大学に行くやつは落ちこぼれの親不孝者だみたいな言うね。なんか国公立だけでその実績を得ようとするっていうのが、そうだね、なんかいまいちマジで意味わかんなくて。まあ地元認可はできるじゃん多分。で俺の地元っていうか俺の親がそれを思ってない人たちだから、うんうん、まあ、だから俺の中にその世界線はないし、それで国公立に流されるのはダサいと思ったから、そこがザ逆張りオタクで、じゃあ次第に行こうってなって。そっか、峰君の親御さんは割と学費に関してはあんまり何も言わないでいてくれる人だったから、多分国公立行って学費安いからみたいなことは言わなかったんだよね。そう、言わないし、東京出るなとも一切言わないし、なるほどね、で浪人するなっていうのも後々言われないんだけど、言われなかった。なんでかっていうと2人ともしてるから。あ、そっか。そう、ただ1年しか認めないと言われたけど。なるほどね。だとしてもやっぱり理由としてはそのなんか反骨精神じゃないけど。そうだね、まとめると反骨心だね。そうだね、本当それ反骨心、逆張りだね。逆張りで行って、うん、いやまあ俺に合ってる大学っぽいし、まあ、雰囲気好きやし、うん、まあ、なんか私立やし、まあ、国立、ね、主義に反するしみたいなで選んでるところあるかな。なるほどね。多分その2つかな、主な理由は、うん、
ちなみにさ、その早稲田は頭いいのにバカやってるみたいなイメージあったと思うんだけど、はいはいはい、うん、ちょっと飛ぶんだけど、うん、実際入ってみてどうだったの？そうね、なんかね、バカやってるっていうのは間違いじゃないけど、うん、なんか正しくないっていうか、なんか全力で考えてバカ全力でやってるっていうか、やりたいこと、やってみたいことに挑戦する人がめっちゃ多いなっていうのは、もちろんなんかやっぱ面白いのはバカやってるように見えるのが面白いんだけど、うん、けどそのバカっていうのはやっぱ挑戦をしてるってやってたから、うん、それはすごいやっぱリスペクトできるものがやっぱあるなっていうのは全員が思えるかな。釜井、はいはい、さんとこの前対談したんだけどさ、うんうん、早稲田ってなんか首都圏の子がそのバブルの時は半々ぐらいだったんだけど、はいはいはい、そのように釜井さんが入ったのが2017、18ぐらいの時は7割か8割ぐらい首都圏の子でみたいな、はいはい、こういう言い方するのはあんま良くないかもしれない、はいはい、育ち事故が多かったみたいな言ってて、だから入るサークルにもよるんよなっていうのが正直あって、うんうん、これテニスサークル入ってたけど、うん、そっちはやっぱりいわばその成績いい子とか内申点がいい子たちが多いイメージ、成績も良くて内申点が高い子が多いイメージだけど、やっぱアニメの作る桜入ったけど、そっちはやっぱりその結構変わり者系、うんうん、やっぱ自分の道を行きたいタイプが多かったから、うん、だからなんかやっぱりサークルによってそのやっぱいる人間違うから、うん、なんか一概になんかなんだろうな、全員そのいい子ちゃんが多いっていうわけでもないんかなっていう、まあ、人にはよるけど、うん、まあ傾向はあるのかもしれない、ね、まあやっぱあるね、そこら辺は。でさ、将来とか何になりたいとかあった？中学とかは確か公務員っていうか役所の職員とかなりたいなって思ってて、現実的やね、いや、そう家族行きたかったのてか親御さん公務員やもんね。そうそう、公務員でその影響もあってそれがいいかなとか思ったけど、うん、でもなんかある時にそのカバチタリを読んだ時くらいかな、あ、司法書士の方ね、うん、そうそうそう、法律勉強したいなってなって一番上目指せたら弁護士かなみたいな、って当時思ってたかな。珍しいね。珍しいっていうか、なんか俺さ、長崎住んでた時に、うん、そのスーツ着て働いてるのが、はい、高校の先生ぐらいしかいなかったの。父親も作業着だったし、はいはい、母親も現場に立つ人だったから、はいはい、そういうのでこうスーツ着て働くみたいな人が本当に身近にいなかったから、はいはい、そういうな、いわゆるホワイトカラーっていうの、頭脳労働みたいな人を、はいはい、自分は職業として全く想像がつかなかったの。なるほど。だからずっと一貫して俺はスポーツ選手になりたいって思ってたんだけど、なるほどね。だからそういうふうなのか、そう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 、だからあ、珍しくはないのかな。逆か、多分進学校通ってたら結構さ、うちの通ってた高校ってさ、うん、両親が公務員ですとか、はいはい、両親どっちかが先生ですみたいな結構多かったじゃん。いたね。だから割と進学校の中だと珍しくはないのか、逆に峰くんの方が。まあ多分だと思うね。まあ確かにその一般的な会社員はそもそもやっぱり長崎としては母数は少ないと思うよ。少ないよね、民間の上場企業一緒もね。うん、だから逆に言うと、まあ普通に首都圏とかの人たちとか、もう長崎にもう少し栄えてるところは多かったんじゃないかな。うん、なるほどね。会社員がいないよね。そうだから俺逆にそれこそ会社員のイメージが分からなかったの、全く。なるほどね。それこそ確かにそれはないかも俺も。そうだからなんか会社員になるっていうイメージ本当に分かんなくて、うん、それは確かにあるんだよね、うん、やっぱ身近にないと目指せるものが見えないと。そうそうそう、就活する時とかにさ、コンサルとか商社とか、はいはいはい、ここかみたいな。なるよね。なるなる、ね、調べてもはてなだしな、うん、しばらく調べれば分かるんだけどさ、身近にいないから分かんないんだよな、なんか。うん、イメージはつきづらいね、やっぱ自分がつくイメージが分かんないっていうのはすごい分かる、うん、身近じゃないとね、やっぱそうなっちゃうよね、うん、そうだからなんかね、小学校の頃の憧れのまんま行っちゃうんだよね。で、入学前と入学後、うん、なんか想像してたのとギャップありました？あんまりなかったかなっていうのが正直な話で、うん、唯一あるとすれば、なんか俺が思ったよりそんなに頭良くなかったというか、なんかもう東が東の中で俺が、ミニ君がそう、もう少し頭いいかなと思ったけど、そんなこと全然なかったっていうだけで、じゃあ周りはレベル高いなと思ったってこと、うん、そうね、結構俺が多分最初入った時20番ぐらいで、まあ、だんだん下がっていくんやけど、そこから30番とか40番とかになるんやけど、ね、最初思ったのは、あ、俺もっと上に行けるもんじゃないんだなっていうか、10番とかいけないんだなって意外と。確かに頭良かったもんね。よかったね。だから俺全部一言みたいな話でも俺中学校の時に肉頭いいなと思ってたけどね、最初はね、出会った時とか賢い印象だった。なんか多分その印象でみんな持ってくれてるんだけどね、うん、けど接していくと頭は、ね、頭が悪いんじゃないんだけど、なんか抜けてんだよな、ミネ君って。あ、まあ、それはね、あるね、言われるわ、うん、それは普通に、うん、まあ、いわばポンがね、ポンコツだねそれはもともとあって、多分、まあ、だんだん中1からだんだん下がっていっていくわけですけれども、あ、中1がピークだったんだ。まあ、一番中2かな、でも一番良かったの、一瞬良かったの、そこで言うと初めて定期テストは2番とか3番みたいなのを取ったから、ただいわば定期テストだから、いわゆる対外模試だとめっちゃ俺低くなるのよ。なんか海外模試とかあった中学、なんか真剣ゼミのやつとかさあったけど、あれは俺そんな良くなかった、多分50番ぐらいじゃなかったかな、うん、もうね、記憶
にね、うん、受けてないかも、学校行ってなかったから俺その時、それその情報マジ知らんかったからね、マジ、うん、知らん、中2中3俺ほとんど学校行ってないからさ、受けてないのかもしれないね。でさ中学校さ、うん、正直厳しかったというかさ、うん、すごかったじゃん、うんうん、大丈夫だったあれ。俺はだって学校よりもなんか親の方が厳しかったから、あ学校の方が楽だったもんね。なるほどね。親の家に帰った時の方がなんかしんどかったもん、なんかずっと怒られるし、うん、テスト悪いとずっと怒られるし、殴られるし。中学校の？中学校でも適テスト。そうね、中学校の適テストうちの基準があって、基本その点数8割以上、まあ、80点以上だよね、取りなさいっていうので。でもむずいよねそれね。でも普通の公立中学校のテストと違うもんね。だって受験者入ってる子たちの中の80点だからね。そう取れっていうのと、あとその例えば平均80超えるやつもあるじゃないですか、たまに。ありますね、はい、あれだと90点以上取れっていうのがルールで、どんだけ良くてもやっぱ1つ2つ漏れるんですよ。まあでしょうね。けど大体その悪い時だと半分ぐらいが漏れたりするから、それならブチギレ案件みたいな。へえ、手挙げられたり。うん、全然それは。マジか。手というか俺蹴られたね、どちらかってたら。学校でさ、うん、そのいわゆるご指導みたいなのいただいたりとか。俺はあんまなかったかな。一回なんかトランプやってて、それがバレて。あ、それ高1の時か。それ高1か。それ高校だな、ね、高校か。じゃあ中学あんまないわ。あんまないけど、なんか、そうね、部活やらかしてくれじゃないかな。中学と高校どっちが厳しかった？微妙だな。まあ高校の方が俺なんか嫌なイメージが多いな。なんでかっていうと、その大学受験の縛りで国公立主義がもろ出てきて、俺があの反国公立主義だからそもそもなんかその異端分子というか、なんかね、平均値で言うと高校の方が、うん、いわゆるなんか進路指導の縛りみたいなのはすげえきつかったイメージあって。そうね。ただやっぱ中学校とかって、そのなんか殴る先生がめっちゃ殴る感じだったから、はいはい、だから峰君はなかったけど、俺はその中学校のサッカー部の顧問が、あいつね、そう、あのね、あのデブね中学校って何人か殴る先生がいて、うん、そこの部活の子になるとすげえやられるイメージだね。そうね。てか実際やられてたから、たぶん峰君はそこに当たんなかったから、多分中学校より高校の方が若干きついってイメージよね。そうね。部活で言うと別にその俺たち別にやらかしたんじゃなくて、先輩たちがなんかぼや騒ぎでやらかして。あ、あったね、部室もいたやつか。テニス部なんか部室が最初なかったっていうだけであって、そっか、なかったもんね。そう、なかったんですよ最初別に俺たちが、ね、先輩とやったやつがそのまま負の遺産として来たっていうだけだから。まあ普通部活、部室燃えませんけど、なんか知らん人燃えるし知らんがなと思うよ、こっちも入る前の話なんかあったね、部室燃えてっていうのはあったぐらいかな。まあ、途中が中3の時に戻ったんだけど、部室確かっていうのはあったぐらいだけど、別にそれがまあ理不尽だとあんま思ってなかったかな正直。あ、じゃあ中学校辞めたいとか思わなかったんだ別に。思ってないんじゃないかな。なんか親がテニスの熱強すぎて。ああ、そうね、中学からテニス始めたんだよね。そう、テニスの親が試合入れるんすよ。で負けるとめっちゃ怒るたりとか、ビデオ撮って家で帰ってまた怒るんだけど。え、それは部活とは別に？部活に別で。部活はテニス部入るじゃん。テニス部入って、でそれとは別にテニススクールみたいなの通うの？あ、テニススクールも通ってたし、うん、なんか親が個別に試合申し込んで。それは何？野良のっていうか、そうね、なんかスポーツクラブがやってるテニスの試合とかやってて、そこに出るみたいな。え、じゃあめっちゃテニス英才教育みたいな感じだ。なってたね。あ、だから上手かったんだ。上手いのかな。でも、え、でも中学も高校もエースだったでしょ。中3の時と高3の時はそんな感じだったけど、でも結局その、そんなに、それはあんなにやってれば、それはそれ、あの学校のレベルだったらね、そういうことになるでしょってだけで、もう少し俺がやる気あったら、多分もう少し上行ってるんだよ、多分。あ、やる気っていうか、あれだよね、ちょっと強制的にやらされて、そうそうそう、向上心がなくなってたっていうのはあるかも、ね。そうそう、ないから怒られないようにやってただけだから。なるほどね。だから別になんか強くもないし、もう普通になんか相手にビビるというか、親に怒られたくない方のビビりがあったから、まあそういうのもあって、一回その本当に一回だけそのテニスやめたいって言った時に、父親がやめるんだったら学校もやめろって言われて。ああ、長崎東を、うん、でも俺東別テニス入ったわけじゃないんだけど勉強はしたいってむしろ言ってたし、うん、でも東もやめていいからテニスもやめさせてくれて一回行ったことはあるかな。でも結局やめなかったでしょ。そう、親が何も言えんくなってた本気で言ってないから、あっちは。なんかそれもそれなんか無責任な発言やなと思いながら、全試合撮って家に帰って ビデオで反省会。なんか車の中とかやばそう。ずっと怒ってると、ずっとハンドルガンなんか殴りながら、最後らへんもなんか本当に病気かっていうぐらい切れてたからね。最後はもう本当に笑うだけで怒り始めるから、あ、自分の状況分かってんな感じ。そうそうそう、で努力しないと生きる価値なしって。マジで一回何回か本当に殺そうかなと思ったけど、一番大変なのはやっぱりあのセンター受けないって言った時、そう言ったらその担任から5回ぐらい面談とか受けた。5回で副担任には、君は旧大向きだみたいな学年主任がどがんしたかとやみたいな、うん、結構高圧的なんですよ、うん、で、はっきり言えやみたいな、
なんか早稲田だってセンター3科目で受けれるやんかっていうので、いや受けれないですって言ったら、うん、えみたいな、何知らないのに恫喝してたの。そう、結構センター試験受けるときに後輩からなんか壮行会とかあるの。あ、でそこの壮行会ってあの基本みんな出るんですよ、やっぱセンター受けるから。受けないから来るなって言われて壮行会の参加を禁じられたの。禁じられたので